皆さんこんにちは、こんばんは。菩薩のベストトレンドニュースです。石原さとみは本当に嫌な女、蒼井優、石塚秀彦など、イメージと実像が違う芸能人たち、お届けします。2014年5月1日発売の週刊文春が、女優、石原さとみの素の姿が沢尻エリカバリの女王様である、と報じている。記事によれば、素の石原は愛想も悪いし、相手の立場によって態度を変える、嫌な女、と断じている。彼女は気分屋で、第二の沢尻、と陰で囁かれているとか、コケティッシュなイメージのある彼女の、実像が、そんな感じだとはちょっと意外です。まあ、単に彼女の機嫌の悪い時に出くわしただけかもしれないし、実際のところは、わかりませんけどね。だが、イメージと実像が違う、なんてことは、芸能人にはありがちな話。蒼井優なんて、その典型でしょう。純朴なイメージがありますが、ヘビースモーカーで性格も、きついと言われていますよね。過去の男遍歴も V6 の、岡田准一に始まり、大森奈緒、鈴木浩介、三浦春馬といった具合に、とっかえひっかえで肉食系ですからね。また、A倉奈々、もう見た目とは裏腹に、実はギャル系と言われていますからね。まあ、イメージと実像が違うなんて、女優には普通のことだとは、思いますけどね。逆に、イメージと実像が同じであることの方がおかしい。わら、男性タレントに目を移すと、石ちゃん、こと本邪魔かの、石塚秀彦もそのほがらかなイメージとは、裏腹に、テレビで映っていない時の、態度がひどいそう。テレビに映っていない時の、ファン対応が無謀すぎると、報じられたことがありましたね。爆笑問題の太田光も、ロケ中の石塚は愛想、振りまくけれど、ロケバスに戻ると豹変して、毒舌を吐きまくると暴露していました。自分は表で悪口を言うけど、石塚は裏で言っているとも。そういえば、同じ、文春、に出ていましたが、歌手の氷川きよしも実はこうが、悪く、陰でファンの熟年女性を、ババア、だのとののしっているそうです。芸能人はイメージを売る商売だけに、大衆に与える印象さえ良ければ、本来、実像なんてどうでもいいはず。だが、昨今はネットやバラエティ番組などで、実態が暴露されてしまうケースも、多いので、厳しいところだろう。ネットは怖いですね、菩薩でした。